こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、ちょっとリラックスした形で、私が、最近読んだ、本のご紹介をしたいと思います。やずやの秘密、という形でですね、経営コンサルタントのかよんさんが、書いた本なんですが、内容はというとですね、やずやっていう、健康食品の通販をやってる会社は皆さん、ご存知だと思います。その健康食品の通販の、をか作った、今は、残念ながら、亡くなったんですけれども、その創業者であります、やずのりおさんの、自叙伝というか、伝記というかですね、そういった、ものを書いてるんですね、こう。で、実は私、このやずやの、創業者の、にですね、すごく教えられたことが、十数年前にあるんです。それは中小企業家同友会っていうところにですね、私ちょうどその中の研究、経営研究委員会っていうところに属しておりまして、そこで勉強会があったんですね。で、その時に、経営理念を、教えてやるから、10名ぐらい集めなさいって言われて、その中の10名の中の1人だったんです。で、こういう、今でもすごく大事に持ってるんですけれども、やずやのですね、この、経営計画書っていう、これは本当にですね、社外秘にもかかわらず、そのやずやの創業者はですね、見せてくれて、くれました。で、土曜日だったと思うんですが、もう本当に朝から晩まで教えてくれたんですね。で、ちらほらと行きますが、その当時はまだやずやさん、30億円ぐらいの会社でして、もうとにかく、健康食品の店、もうあれもこれもしてですね、やずさんですね、本当に、転職ばっかり、ここにも書いてますが、受験は失敗して、大学は中退とか、また、短大に入り直して、夜学に行ってとかですね、もう本当にいろんな、その後、転職を何度も重ねて、そして、クロレラっていう、ものと出会って、それがまあまあ成功して、そして、またそれが今度は、また、飲み屋さんに、行って、またちょっと失敗をして、そしてまた、やり直しをして、持ってた、土地とか、または家を売って、そして、社員たちをもう退職金それで渡してクビにして、で、また一から夫婦でやり直して、で、いつの間にやら、結婚式の司会業で、もう生計を立てていて、そしてその後、青汁の社長に、そんなんでいいのか？と、お前は何をやりたいんだ？とか言われて、そしてですね、やっぱり健康食品、っていうのをやろうと。でもなんかその当時は健康食品って怪しいなと自分自身も思ってて、んで、やずやの創業者は、それを、青汁の社長に一喝されて、お前が怪しいと自分自身で思ってるから怪しいんだろうが、っていうようなことを言われてですね、それでもこの健康食品でいこうということで、やり出したんです。まあ、そういった本当に波乱万丈、または、天才ではなく、鈍才からのし上がりながら、成功を収めた。その本当に、いろいろな試行錯誤をしながら、いよいよ登っていくところ、この時に私、教えていただいたんですね。ですから、やずやは、まずは夢を書きます。こういったことでですね、経営理念があって、この猫、招き猫というかね、あって、で、やずやはビルをこういうふうに作っていくんだとかですね、そんな形で書いてるんですよ。で、こういう夢を書かなんでいかんよ、書くんよ、ということでですね。で、ちょうどね、その当時、30億円ぐらいだったと思います。ね、この中で、商品開発に関する方針とかね、また、社内体制に関する方針とかね、また、レクリエーションはどうするのかとかですね、そんなことも本当に書かれてるんですね。
で、会社会社で、感動を与える通信販売とはどういうもんだということも、社員同士ではこう書いてるんですよ。そして、ちょっと数字見たらまずいかな。まあ、こういう形で、もうちょっと見えないと思いますけれども、21期からですね、ずーっとこう、20%成長すればこうなるというような、そんなことを書いてるんです。で、その当時は、ちょうどね、21期になる時だったんですけれども、ちょうどその頃が30億円、34億円を目指すぞというところだったと思います。そんな会社がですね、いよいよ60億円になり、それからですね、突然、やずやの、その創業者、のりおさんがですね、亡くなったんですね。そこから、ご夫婦、勉強、奥様がされて一緒にしとったんですね。で、奥様は感謝の人、ということでですね。そして奥様がまたそれを盛り上げて、社員と共にですね、やずが作ったですね、この会社をもっと大きく、やずの夢をですね、叶えてあげるんだっていう、そういったことでですね、この物語というか、本当に、物語というよりは、ね、物語よりもすごいという、そういった、本なんです。ですから、ぜひね、私、自分は、なんか、能力がないとかね、なんか思っている方がいらっしゃいましたらね、この本を、Amazon で買って読んでみてください。非常にね、勇気も出ますし、感動もします。そういうことでね、ぜひ、このやずやの秘密、今日はこのご紹介というかね、私の過去のお話にもなりましたけれども、こんな、通販にも勉強になりましたし、生き様の勉強になったかなと思います。今日は、そんな形で本のご紹介でした。それでは、さよなら。